ホンダの CM、ナンバー、アイの選択に秘められたストーリーとは、1月29日、始まる、29日は紫輝くんの誕生日でもあるんですよね。ホンダの CM に関する興味深い噂が広がっています。数日前、平野仕様の誕生日である1月29日に、ホンダの CM が、ナンバー、アイと呼ばれているとの情報が入りました。しかし、これには一体どんな裏話が隠れているのでしょうか もし、単なるタイミングだけでなく、これには深い背景があるのであれば、ぜひ教えてください。もし本棚本当にナンバー、愛を選んだとしたら、これは一大決断と言えるでしょう。なぜなら、それによって、キンプリの長瀬とハッシュが完全に排除されることになるからです。企業イメージとしても、ジャニーズを礼遇したというより、何か冷たい印象を受けること必死でしょう。私たち読者も、 これによって企業のイメージがどのように変わるのかに興味津々です。果たしてアホなことをする企業なのか、それとも何か深い戦略があるのでしょうか時折、企業の判断には予測不能な要素が絡んでいることもあるので、期待と不安が入り混じります。最近では外資系企業が、旧ジャニーズのタレントたちとの CM 継続を進めており、その一環としてスノーマンのメンバーも国際的な舞台に登場しています。 しかし、これに対照的に日本の企業はスマイルアップや STARTO エンターテインメントのタレントを排除しているという話もあります。国内外での企業イメージの違いについて考えさせられます。なぜ日本だけが異なる基準を持っているのでしょうかそれとも企業戦略には国や地域ごとの違いがあるのでしょうかホンダが選んだタレントたち、例えば神宮寺くんや平野くんは、モーター関連の趣味を持っているようです。 これがホンダにとって魅力的な要素だったのかもしれません。しかしこれが本当に理由なのであれば、それはホンダ側の意思決定者が単なる平野くんのファンだったというシンプルな理由かもしれません。企業の舞台裏にはどのようなドラマが広がっているのでしょうか読者たちは興味津々で、これからの展開に期待しています。また、企業 CM において飛べの中のタレントを長期契約に採用することはリスキーな一歩と言えるでしょう。 ジャニーズの過去のトラブルを経て、企業は慎重な判断を求められていますが、果たしてそれが実現されるのでしょうか企業の裏側で何が起こっているのか、私たちは気になりますが、同時に企業が過去の失敗から学び、新たな方針を持っていることを期待しています。キンプリを起業した CM の評判が非常に良かったことは間違いありません。 しかし、それによってファン同士の対立を引き起こさないように、次にどのような戦略を取るのかが問われています。企業はコンサルタントと連携し、慎重かつ戦略的な分析を行っていることでしょう。起用するタレントに対しても、ワンクッションを終えて慎重に進めることが期待されます。同じグループのメンバーを排除しての起用は、リスクが伴う判断です。これが企業戦略の一環なのか、それとも別の理由があるのか。 読者たちは知りたいと思っています。ホンダの CM がこれからどのような社会的影響をもたらすのか、そしてこの興味深い選択の背後に広がるストーリーは、まだ明かされていない部分が多いです。しかし、これからの展開がますます注目を集めることは確かです。どのような未知の要素が絡んでいるのか、我々は想像力を膨らませながらこれを見守ります。